気の毒な奥様岡本かの子作ある大きな都会のアミューズメントセンターに喫立している映画殿堂では夜の部がもうとっくに始まって満員の観客の前に華やかなラブシーンが映し出されていました。 正面玄関の上がり口ではやっと閑散の身になった案内係の少女たちがたわいもないおしゃべりに夢中になっていました突然駆け込んできた女がありました瓶はほつれ目は血走り全身はわなわな震えています少女たちは驚きながら訳を尋ねると女は慌てて どもりながら言いました。私の夫が恋人と一緒にここへ来ているのを知りました。家では子供が急病で苦しんでいます。その子供をかかりつけのお医者様に頼んでおいて、私は夫を連れに、と飛んできました。どうか早く夫を呼び出してください。少女たちは同情して、 その女の夫の女夫名前を尋ねました。するとさすがに女は自分の夫の恥を打ち明けた上で名前まで知らせることは躊躇しないではいられませんでした思いまどった女は「名前だけは私たちの名誉のため申されません恋人を連れてここへ来ている男ですよ」 子供が苦しんでるんですから早く呼び出してください」としきりにせきたてます案内係の少女たちは「名前を告げなければだめです」と言ってもその女は「それをどうにかしてください」と言って聞きません 俺には少女たちも全く困ってしまいましたがそのうちさえはじけた一少女が心得顔に筆を持って縦札の上に女の言葉をそのままそっくり書き記して舞台脇に持って行って立てました恋人を連れた男の方あなたの本当の奥様が 迎えにいいらっしゃいましゃまたお子様が急病だそうです至急正面玄関へがぜんとして座席は大騒ぎになりましたあちらからもこちらからも立派な紳士が立ち上がって正面玄関へ殺到しました数十名の紳士たちが殺到したのです 呆れてしまったた少女たちは、世の中の奥様たちのことを考えて実に気の毒と思いました。